皆さんこんにちは。ヒーローチャンネルのつまちと申します。いつも動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。ちょっと仕事終わりなんでね、髪の毛がぐちゃぐちゃですか、ご了承ください。今回のチャンネルは食べ物です。はい、今回はミニストップでベルギーマッシュポテトを買ってきたので、それをご紹介したいと思います。それがこちら。はい、こちらになります。出来たてなんでちょっとね、あったかいんです。はい、こちらです。食べた時ありますか？これ結構美味しいんです。それにトマトケチャップ、はい、こちら20円するんですけど、トマトケチャップをつけました。じゃじゃーん、食べてみます。うん、サクサクしてて美味しいです。ケチャップをつけます。いただきます。いや、あったかくてサクサクしてて、なんかドロドロしてますね。でも美味しいです。ところで皆さんは初詣は行きましたか？僕はですね、毎年1週間ぐらい遅れて初詣行ってるんですけど、なんと去年から1日に行くようになりました。しかも1日混んでるじゃないですか、夜。結構夜遅くに、去年と今年行くようになりました。はい、おみくじはちょっとまだ引いてないんですけどね。今年は2023年うさぎ年です。うさぎ年の人いますか？この動画を見てくれちゃってる方で、うさぎ年の方いたらコメントお願いします。ところで今年令和何年なんですかね。令和何年ですかね。今なんかサクサクしてるというよりかは、なんか中がドロドロしてます。なんでドロドロしてるんですかね。やっぱりサクサクがいい人は、あの X ファイルドプット、あれがおすすめです。あとなんか今フレンチフライドポテトが 1.5 倍でやってるんですけど、なんか細いんですね、フレンチフライドポテト。だから僕はあんまりちょっと好きじゃないですね。ところで皆さんの家の近くにはミニストップはありますか？確かなんか北海道にはなかった気がするんですよね、ミニストップ。何県にあるかコメントで教えてくれたら嬉しいです。あっという間に完食しました。はい、今回はミニストップのベルギーマッシュポテトを食べてみました。感想は美味しかったので、皆さんもぜひ食べてみてください。それではまたお会いしましょう。バイ。